皆さんこんにちは、クリアアドベンチャーズ登山インストラクターの栗山です。今日は危険な下りを安全に下るための懸垂加工技術についてお伝えさせていただこうと思います。その前にクリアアドベンチャーズの YouTube のチャンネル登録がまだの方は画面下にありますこちらのロゴをクリックしていただきますか、もしくは画面を少しスクロールしていただきまして下の方にありますチャンネル登録ボタンを押してください。チャンネル登録をしていただきますことによってさまざまな登山技術情報皆様のところにお届けしやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。では懸垂加工を見ていきましょう。どうぞ。はい、まず最初に 120cm のスリングを使ってランヤードシステムを作っていきます。ターンインに通し、ガースヒッチにしてラインヤードをつなぎます。そしておおよそ真ん中ら辺にオーバーハンドノットで結び目を作ります。ここに HMS 型の安全管付きカラビナを接続、先端に変形 D 型の安全管付きカラビナを接続、ロープスリングを変形 D 型の安全管付きカラビナにクリップし、ビレーループにクリップ、これで懸垂加工を行うためのシステムが用意できました。懸垂加工を行うための支点となる木にロープをまたがし、ロープの末端は必ず50センチ程度開けて流れ止めの結びを作ります。これがないとすっぽ抜けて気がつかない間に末端が来てポンとこすり抜けるっていう事故が起きてしまうので、必ず結び目は作っておきましょう。ロープをちょうど真ん中に来るところまで振り分けます。そしてロープをすべてまとめてオーバーハンドノットで結びます。このオーバーハンドノットを結んだことによってできた輪っかに先ほど作ったランヤードの一番先端の変形 D 型の安全管付きカラビナをクリップし、ひとまず斜面の下側に入ります。ランヤードの途中につけた HMS 型の安全管付きカラビナにムンターヒッチでロープを接続します。ビレーループに接続したロープスリングをメインロープに1周、2周、3周からまあ4周程度ですね、巻いてカラビナにクリップ、マッシャーを結びます。流れ止めにロープに結びを作ります。懸垂加工を行うときはビレーグローブをしておきましょう。先ほどの結びをほどきます。懸垂加工のシステムにテンションが張るまで少し降りていきます。ロープの流れ止めをほどき懸垂加工を開始していきます。今回ここでお伝えさせていただきました懸垂加工のシステムはムンターヒッチという結びを使って行う懸垂加工をお伝えさせていただいております。ただこの方法は本当に緊急時の時に本当に必要最低限の装備だけで行う懸垂加工についてお伝えさせていただいている形になっておりまして、本格的に懸垂加工を行おうとした時にはやはり正しくビレーデバイスを使って懸垂加工を行うべきだというふうに思います。クリアアドベンチャーズでは懸垂加工技術講習を通じて正しい懸垂加工の方法、それと懸垂加工をしている途中に万が一ロープが届かなかったような場合、まあ、登り返しが求められるんですが、この登り返しなどを含めた講習をご用意させていただいております。ちゃんと懸垂加工をしっかり学習したいなというふうに思いましたら、ぜひクリアアドベンチャーズの懸垂加工技術講習の方に受講いただければというふうに思います。またクリアアドベンチャーズでは YouTube のチャンネル登録をお願いしております。
画面下にありますこちらのロゴをクリックしていただきますか、もしくは画面を少しスクロールしていただきまして、下の方にありますチャンネル登録ボタンをお願いします。チャンネル登録をしていただきますことによって皆様のところに様々な登山技術情報をお届けしやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた次回よろしくお願いします。ありがとうございます。そういったものを使ってください。例えば下山中に鎖にヌンチャククリップしちゃうっていうのが一つ確保の方法として